うむ、購買で何か買っていくから高久くんのところへ行こうと思っていたのに、なぜか迷ってしまいました。どうした、どうした、そしてお前はどうした、なんだお前新キャラか。行く手にアンニュイな様子でパンを食べる女の子を発見。あれはもしかして今朝の、あの子に尋ねてみましょう。すみません、少々お尋ねしたいのですが。はい。おや、目が合って顔色が変わりました。あなたは葉月みかげ。すごいな、予想と声が全然違った。あら、私のことをご存知なのですか。それなら話が早いのですけど、あなたは。すみません、尋ねるのならば改めてご挨拶申し上げるべきでしたね。3年に転入してまいりました葉月みかげです。移転した神奈神社で巫女を務めております。私は3年なんだ。吉野川姫。姫、かわいい。あ、同級生ですね。かわいいお名前です。姫ちゃんとお呼びしてもよろしいですか。うん、なぜでしょう。警戒されていますなんで警戒されてんだい。なぜ私に声をかけたのです。ここにあなたがいたからだよ。ちょっと道を教えていただきたくて。というか、ほっぺにジャムついてますよ。袖で拭ったりなんかしちゃダメですよ。私が拭いて差し上げます。ハンカチでほっぺを拭いただけで真っ赤になってしまった。可愛いかもしれません。道をお尋ねしたいと。迷ったのですか。何分まだ不慣れなもので、交番へ行く道を教えていただけないかと。おう、なぜ私がそんなことをしないといけないのですか。同じ学園生のよしみで。やはり今朝の方でしたか。ごめんね、パンナ様。あ、そっちか。なぜ私がそんなことをしないといけないのですか。あなたは今朝パンナ様を困らせていたのに。なるほど、そっちか、そっちの審判か。パンナ様を困らせる人を助ける義理など私にはありません。おい、あれだな、牧泉お姉ちゃんか。あれはお互いを理解するためのファーストステップだったのです。ハンナ様はそれを望んではおられなかったように。神を崇めとるんだなこの子。うん、購買から学食へ計画変更。お腹空いてますよね。いいえ、学食まで道案内していただけたらお礼ということで、一緒にお食事をしたいと思いまして。結構です。今日はこのパン1個なんです。お昼代くらい私が持ちますよ。敵の施しなど受けません。敵？施しではありません、お礼です。あなたが私を案内するという行為をしていただいた場合の。どういうわけかわかりませんが、敵という誤解も解いておきたいですしね。そんな極上スマイルで私をどうにかできると。今日はパン一つとおっしゃいましたね。なんでしたら晩ご飯も神奈神社へ来ていただければお作りしますよ。そんなの
罠。野生動物並みの警戒心。すごいな。何を見抜いたのですか。いいえ、何も。気になりますか。気になるのでしたら、私にお付き合いいただいて、存分に調べていただいても。それどころじゃない。お腹の音が催促のように。もう一押しでしょうか。同じ3年ですし、カンナさんのこともご存知のようですし。カンナ様。そう、きっと良いお付き合いができると思います。お付き合い。ええ、まずはお食事を共に。おこり。おごり。はい、お好きなものを。私を虜にしようとしている。いいえ、これも何かの縁。お友達になりたいと思っています。めっちゃ食っとるやん。もう少しゆっくり食べましょう。消化に悪いですよ。こんなにいっぱい、久しぶりだから。先ほど貧乏とおっしゃっていましたね。何か深い事情が。聞いても差し支えなければですけど、ご家族は。家族なんていません。一人です。ではどうやって学園に通いながら生活を。いろんなところでその日ありつける仕事をもらったり、キョロを採集したり。お住まいは。九条橋の下。九条橋。住んでいる場所の名前が悪い運気を運んでくるんじゃ。別に何かのせいにしようとは思いません。単純にワーキングプアです。そうですか、大変だったんですね。神社で働かんか。過去形じゃなくて現在進行形で大変なんです。いいえ、お話を聞いた以上放っておくことはできません。今日からあなたは我が家の一員です。何。あなたが何を言っているのか分かりません。天涯孤独のその日暮らしで橋の下が生活の場などと聞いたら、何とかしてあげたいと思うのが人というものです。いつの間にか洗いざらい吐かされている。油断も隙もないとはこのことだ。無理に聞き出したわけではありませんが。強いな。こちらの唐揚げチキンもどうぞ。柔らかくて美味しいですよ。唐揚げチキン。唐揚げはチキンじゃないのか。いただきます。一人は寂しいですよね。家族がいないわけではないのですけど、私も今一人なんです。ですから何も気にする必要はないんですよ。一人。あの神社に。ええ、ですからあなたがいてくれると家の中が暖かくなるかもしれません。新しい巫女は島の外から来たと聞きました。そもそもなぜこの島に来たんですか。直接的な理由はおじいさまに呼ばれたからなのですが、それだけではないですね。何か感じたんです。それで私のなすべきことがこの島にあるんじゃないかと思って。運命ですか。どうでしょう。でも出会うべき人たちに出会えたと思います。それは特に強く感じるのはカンナさん、高久くん、そしてあなたです。なぜそこに私が。理由は分かりません。直感ですから。でもそうでなければこんな大胆なお誘いは普通しないでしょ。正直
私にはあなたが理解しがたく思える。よく言われます。あなたはカンナ様の敵なんでしょ。いいえ、なぜそう思うんです。だってカンナ様が嫌がっています。あなたがあの方をカンナ様と呼ぶ理由は。だって神様ですし、すごい人なんです。つまりこの島ではその事実は割と一般的。島の皆さんがカンナさんのことを承知していて今の状態を続けているということでしょうか。神様ですごい人、矛盾していますけれど、まさに今のカンナさんを表している言葉なのかもしれませんね。カンナ様は人として生きたがっています。それは私も伺いました。それっていけないことなんですか。そう願うことは悪いことではないでしょう。ですがそこにはカンナさんが神であるという厳然たる事実が立ちふさがります。生まれからは逃れられないということですか。あなたはカンナさんに逃げてほしいと思いますか。それは本当に考えなければならないことというのは時に心を苛みます。対決しなければならない敵は自分、自らをそこに追い込むことはなかなか難しいことです。ですから味方が必要なのです。でも耳に心地よいことばかり言うものが味方とは限りません。あなたは嫌がられてもカンナ様のためになることをするというのですか。必要とあらば。でもそれに意義があるかどうかは自分で判断しないかもしれません。よくわかりません。言ってることが難しいです。これから一緒に暮らしていくのですから、ゆっくりお互いのことを理解していきましょう。はい。って、私はまだ承知していません。勝手に決めないでください。あ、噂をすればカンナさんと高久くんですよ。カンナさんのお友達である姫ちゃんがいればもっとお話ししていただけるかも。カンナさん、高久くん。呼んではいけません。どうして。三影先輩、ここにいたんですか。教室まで呼びに行っちゃいましたよ。あ、友達できたんですね。なら安心だ。姫ちゃんが強行状態に。なぜ。石食いっぱのお庭必ず返しますから。ごちそうさまでした。姫ちゃん、まだ一本だけですけど。行っちゃった。一緒に食べません。パス。タカと二人で食べれば。私は一人でいいし。お友達の姫ちゃんが行っちゃったからダメですか。姫ちゃん、別にあっちは友達とは思ってないんじゃないの。逃げ出すくらいだし。そんなこと言ったらダメですよ。カンナさんのことを大切に思ってくれているのですから。言い合いなのか。知らないことにしとく。なんだよそれ。じゃあ唐揚げチキンまだありますから、どうぞ。敵の施しなど受けぬわ。なるほど。
何がなるほどなのかよくわかりませんが。パンナ、3人で食べよう。それくらいいいだろ？周りを見ろ。もう埋まってる。テーブルが一緒なだけだから。素直じゃないな。はい。御影先輩の正面に俺、その隣にカンナという配置になってしまった。正面を回避して直接対決を避けたつもりだろうが、御影先輩はそれほど甘くなかった。カンナさんはホイコーロー定食なんですね。中華がお好きなんですか？すごいな。うまいものが好き。真理ですね。私も好き嫌いはありませんけど、美味しいに越したことはありません。カンナはタコが苦手なんですよ。なぜでしょう？タコ食べるもん。お焼き限定だろ。小さく刻まれていないとダメ？それもありますけど、たこ焼きだから許すということのようで、原型が見えるとダメなので、いつも一口でいきますね。じゃあ食べられないわけではないんですね。もしかして何かトラウマが？ええ、実は小さい頃。アメーボ赤いだ、あゆえを。どうやら聞いてはいけないお話のようですので、遠慮しておきます。こんな気にするほどのことじゃないですけどね。人の過去の価値を勝手に決めないんでほしいんですけど。そうですね、物事の価値は人それぞれです。あんた、物分かり良すぎって言われない？せめてあなたにしろよ。大丈夫ですよ。それに私の場合、物分かりがいいのではなく、ラリーを続けることでチャンスを伺っているのです。結構頑固者です。すっと笑う御影先輩は、やはり俺たちより一枚上手のようだ。手の内を隠さない、こいつ怖い。心が近づく一つの方法は、やはり共感できる部分を探ることだと思うんです。うん。違うことが当たり前の心の中に、あ、それ賛成という何かがあれば、そこに架け橋ができるかなと。俺は御影先輩と仲良くなれない人はいないんじゃないかという気さえします。だといいのですけど。私、お料理するのも好きなので、お二人をお招きして手料理を食べていただきたいです。その手には乗らん。その手？うまい飯で私の胃袋から支配しようってんでしょ。悪いが、私の胃袋はミユに支配されている。そんな頑張って、そんな胸張って言うことか。ああ、ミヤちゃんがお料理担当なのですか。そこまでおっしゃるということは相当美味しいわけですね。うまい。ついでに言うと、チサノもうまい。じゃあこの作戦はダメですね。地道でいいかと思ったのですけど。本気だったのか。はい、やっぱり仲良くなりたいですから。いい人だな。結構策略家っぽいけど。ごちそうさまでした。おかげさまで楽しいお昼ご飯でした。こちらこそ。最初にいた人には悪いことしちゃったかもしれませんけど、あの人は？今日お近づきになりました、吉野川姫ちゃんです。姫ちゃんと呼ぶことにしました。姫ちゃん、まさかタカもそう呼ぶの？いや、まだ話もしてないし。彼女と一緒に暮らすことにしました。はあ、
それは個人情報ですので、本人から直接お聞きになってください。姫ちゃんはガンナさんのことをお慕いしているようですし。知らないことにしておくというのはそういうことか。まあ基本好かれるやつだからな。しかしあんな人いたかな。終わっちゃ、なんか今日は普段の5割増しくらい疲れた気がする。大げさなやつだな。みかげ先輩とのことを言っているんだろうが、俺としてはカンナが構えすぎているように見える。まあちゃんと話したことは評価しよう。そりゃどうも。いきなり神様扱いじゃなくて、まずは人として向き合ってくれるみたいだし、思ったよりはうまくやっていけそうという手応えなんじゃないか。せっかく可愛いと褒められたのが台無しになるくらいの嫌顔をされた。少なくとも先輩はお前に危害を加えることはないと思う。それ以前の問題のような気がする。私ああいう何考えてんだか分かんない系って苦手なんだよね。系って失礼なやつだな。あいつの味方なんだ。別にそんなこと言ってないだろ。俺はどっちの敵でもない、どっちの味方でもありたいと思ってるよ。八方美人は後で痛い目見るんだぞ。ここまでひねくれるか。じゃあどっちにも偏らない帰宅方法を取るか。ん？何それ。今日はどちらとも一緒に帰らない。子供か。そのセリフはそっくりそのままお前に返すぞ。ふん。声よがしなため息に、俺とカンナはお互いにぶつけようとしていた言葉を一緒に飲み込んだ。子供以下。うるさいうるさいうるさい。ちゃんと保護者が連れて帰りなさいよ。今日はトバリが保護してやってくれないか。私は買い物して帰るけど。行く。しょうがない。ちゃんと荷物持ったら好きなもの一つ買ってあげる。うん。子供だ、子供がいる。じゃあね神崎。よろしく頼む。トバリにはあんなに懐いているのにな。まあトバリと見かけ先輩ではまるで方向性が違うが、ああいう厳しめの母性の方がカンナは好みなのか。そう考えるとミユがビシッと叱る時もおとなしく言うことを聞いている気がする。犬？もっと犬っぽいのが来た。カンナならもう帰ったぞ。部活に誘おうと思ったのに。お前もなかなか諦めないな。だって部活動の時間をパラダイスにしたいじゃないですか。実際にカンナが
カンナの気が向いて参加するような時はパラダイスというより地獄の特訓になるような気もするんだが、今まで、セリカは何度となくカンナに勝負を挑んで完敗している。珍しいね、カンナちゃんが先に帰っちゃうなんて。ああ、おぼりの買い物に付き合うって。ならば追いかけられない。ん？なんで？トバリ先輩のお買い物ってことは新鮮な食材がたくさんじゃないですか。まあそうだな。民宿トバリアは、その料理のうまさが売りでもあることだし。私は食材にはまだ勝てません。そんなところで負けを認めてたんだ。いくらなんでも人と食べ物を同列に扱わないって。いつだったか食べ物以下の扱いを受けたことがあります。それはご首相様というか、いや何か誤解が重なってるんじゃないだろうか。そうですかね。カンナ先輩って機嫌悪い時は容赦ないですよ。まあそこもまた好きなんですけど。魔女の人。そもそも兄はどうやって今の地位を手に入れたんですか？地位って言われても。だって大前提としてカンナ先輩に一目置かれてるじゃないですか。それは長い間一緒に暮らしてきたんだもん、しょうがないよ。両親が亡くなった後家をまとめてきてくれたのはお兄ちゃんだし、それを持ち出されるとぐうの音も出ませんが、私たちにとってお兄ちゃんは一番頼りになる身近な存在、大切な存在なんだよ。疑惑の目を向けられた。なんだ。実はすでにハーレム化してるんじゃないですか？セリカちゃん！何を言い出すかと思えば。だって変じゃないですか。確かに兄が慕われるケースは一般家庭にも存在はするでしょうけど、それにしたって平均的な信頼度をはるかに超えてます。それはつまりもうカンナ先輩もミュウも絶対服従状態にあるということなのでは。どうなんですか。今のミュウの反応は怪しいですぞ。お兄ちゃんはそんなことしないってば。ミュウにはしないかもしれませんが、カンナ先輩にはしてるかもしれない。ググッと、セリカが前のめりになった。これを押し戻す。だったら喧嘩なんてしないだろう。おひ？喧嘩？ついさっきな。だから先に帰ったんだよ。つまり俺の意のままになんてなっていない。それってすんごい喧嘩？引きずったりして気まずいの私やだよ。原因はまあ俺が三影先輩の味方なのかみたいなところかな。味方なんですか？俺はそうだろう。だからってカンナの敵というわけでもない。ここを納得してくれないんだ。理屈はわかりますけど、カンナちゃんは
お前だけを見てるって言って欲しかったんじゃないかな。そんなこっぱずかしいこと言えるか。言って欲しくないけど、でも喧嘩してるのも嫌かも。だよね。今追いかければ間に合うんじゃない？どちらかの味方じゃなく両方の味方だという考えは変わらないぞ。それでも追いかけてきてくれたら許しちゃうと思う。うん、そう思います。家庭の平和のためにも頑張ってね、お兄ちゃん。確かに同じ家に住んでいる以上どうやったって顔を合わせるわけだしな。行ってくる。でも図に乗って変なことしちゃダメですよ。するか。ところでセリカちゃん、部活は？しまった。じゃあ私も行ってきます。ミーはどうする？私はこれからちょっとお仕事だから帰りは遅くなっちゃうと思う。晩ご飯は二人で食べてって言おうと思ってたんだけど。仲直りできるよう善処します。うん、じゃあ二人とも行ってらっしゃい。ロバリが買い物をしそうな店を渡って3軒目で見つけた。アンナ、警戒した猫のようだ。ロバリの後ろに隠れてしまった。どうしたの？心変わり？心変わりはしないが、カンナと仲直りしたい。ふーん、愛されてるじゃないかな。別に対して怒ってないんでしょ？っていうか、やきもち？やきもちじゃないよ。お前と見かけ先輩に仲良くしてほしいと思うのはそんなにダメなことなのか？ダメなことじゃないけど。そのことで俺たちが喧嘩するのは俺は避けたいと思う。そりゃ私だって。よし、じゃあ一緒に帰ろう。そしてゆっくり話そう。それはダメ。どうしてよ。仲直りするのはいいけど、荷物を持ったら好きなもの1個買ってもらえる約束が。がっくりきた。やっぱり子供。わかったよ。じゃあ思う存分荷物持ちしてこい。晩飯はどうする？今夜ミーはいないってさ。あ、じゃあタカもトバリアで食べない？いつの間にかあなたはうちで食事することになっていたわけね。小さお姉さま、お願いしますな。うまい飯食べて幸せになれば何もかもまるっと解決だよ。きちんとお食事代取りますからね。それで頼めるかな。本当甘いんだから。だったらもう少し買い足さないとね。じゃあ俺も荷物持ちしようか。それは間に合ってる。その目が、手伝われたら取り分が減ると語っているように見える。一体何を買ってもらうつもりなんだ。オーケー、買い物は任せた。それなら本屋にでも寄って新刊チェックしていくか。